直径2370キロ、月よりも小さな準惑星冥王星。もともと太陽系惑星の一員だったその星は2006年に準惑星にカテゴリーが変わった。太陽からあまりにも遠く、地球からは鮮明に観察できない冥王星に旅しよう。1846年9月23日、ドイツの天文学者が太陽系8番目の惑星、海王星を発見する。発見された海王星の軌道を観察すると、近くに存在する未知の重力源によって軌道が乱されていることが判明する。未知の天体をプラネット X とし、その存在を探し始めた。異なる時間に撮られた2枚の同じ夜空の写真を解析していたアメリカのクライド・ウィリアム・トンボー。1846年9月23日、彼は動く天体プラネット X を発見。太陽系9番目の惑星の存在が確認された。これはハッブル宇宙望遠鏡が宇宙から撮影した最も鮮明な冥王星。太陽から冥王星までの平均距離は59億キロメートル。あまりにも遠く、地球上から望遠鏡で覗いても単なる点が見えるだけだ。2006年1月19日、地上からはほとんど見えない冥王星を探査するために探査機ニューホライズンズを打ち上げる。たったの1年で木星を通過した探査機は、それから8年ほどかけて冥王星に到達する。冥王星の公転周期は約248年。冥王星が発見されてから現在まで、まだ太陽の周りを一周もしていない。冥王星には薄い窒素やメタンの大気があり、太陽の光が青く光らす。探査機が撮影した冥王星越しの太陽の光は美しい。地球も大気の影響で青く輝き、冥王星も大気の窒素で同じ色を放つ。太陽からはるか遠い準惑星にどこか親近感が湧く。冥王星の表面のほとんどは窒素の氷。残りの 2% はメタンと一酸化炭素。山も平地もすべて氷だ。地表が太陽の熱で消火し、大気を維持する。温度によって大気の濃度が大きく変化する。薄い大気でも冥王星には風があり、メタンの砂ぼこりが発生。巨大隕石の衝突でできたくぼみに降り積もり、砂丘ができる。砂丘の近くには富士山と同じほどの山脈が連なる。冥王星の表面は他の惑星とはどこか異なり、不思議な造形美を持っている。探査機ニューホライズンズがもたらした冥王星の姿は想像以上だった。冥王星は
8つの惑星とは異なる点がある。それは公転軌道。黄緑色が惑星、黄緑より青い線が準惑星の軌道を示す。惑星は行動平面上をほぼ円軌道で公転するが、冥王星は行動から17度以上傾き公転する。冥王星と海王星の軌道は交差するが、冥王星の軌道が傾いているため衝突することはない。また冥王星と海王星の交点は互いに共鳴関係にあり、冥王星が2回転する間に海王星は正確に3回転する。太陽系にある天体すべてはつながっていることを実感する。冥王星から少し離れてみると衛星カロンが見える。直径は約 1200km、 冥王星の直径 2370km と比較しかなり巨大だ。冥王星が小さく衛星カロンが巨大なため、太陽系では唯一回転の重心が冥王星の外側にある。何もない不毛の衛星に見えるカロン。しかし全体の重量の約半分は水でできている。表面は水とアンモニアハイドレートでできており、そのすぐ下には水の氷が大量に眠っている。2015年7月、探査機ニューホライズンズは冥王星でスイングバイをしながら、冥王星と冥王星の衛星カロン、スチュクス、ニクス、ケレベロス、ヒドラを探索。1年以上の時間をかけ地球に観測データのすべてを送り続けた。冥王星の外側に向け軌道を変えた探査機は太陽系外側の小惑星地帯カイパーベルトの観測を開始、多くの新しい天体を観測した。今後探査機の燃料は少しずつ減っていく。電力確保と休眠を繰り返し、2035年頃まで太陽系を探索する。2038年、太陽からの距離は 100AU を超え、1977年に打ち上げられたボイジャーと共に太陽系の外側に向け旅は永遠に続く。